ねえねえ、お兄ちゃん、なんで初詣ってしなきゃいけないの？今年もいいことありますようにって神様にお願いするためだよ。え、じゃあ神様に会えるの？運が良かったら会えるかもな。へえ、じゃあしっかりお参りしよう。よいしょ、お賽銭入れてっと。お兄ちゃんもお賽銭入れよう。ヘイシリー、ペイペイで。ペイペイ。お賽銭ってペイペイでいけるの？今年もいいことありますように。あけめどうず？私に会いに来てくれたのかな？誰ですか？ゴッドローズだよ。ゴッドってことは神様ですか？そう！今年もよろしくローズ！お兄ちゃん、なんか思ってたのと違う。たけし、世の中ってこういうもんだ。私に会いに来てくれたってことは、せっかくだから運勢占っちゃおうかな。お兄ちゃんから。狙われちゃった。お兄ちゃんの今年のラッキーアイテムは、スマホで調べるんだ。竹馬。毎日持ち歩いてね。お兄ちゃん使うタイミングないじゃん。ああ。年末のお掃除で全部捨てちゃったよ。なんで持ってたの？あ、ラッキーカラーも占ってあげるね。虹色。一色に定まってないんだ。よし、帰りに虹買って帰るぞ。お兄ちゃん、あれ売ってないし、掴めるもんでもないんだよ。じゃあ最後に、今年のパワースポットは、日本でーす。範囲が広すぎる。もうちょい絞って。たけし、日本ってどこだ？ここだよ、お兄ちゃん。この一年、いろんな災難が降りかかると思うけど、これがあれば大丈夫。じゃあ、この壺、この壺があれば、金運アップ間違いなし。え、そして。え、いや、何これ。え、ん、うさん、じゃあ、くさ、ん、何、え、ゲロ。このカエルがあれば、仕事運が上がる、上がる、ぴょんぴょん。そして、このネックレスを買えば恋愛運アップ間違いなし。ね、この壺ね、本当はね、20万するの。20万。でもね、今日はね、このカエルつけちゃう。カエル付きで、なんと198,000円。ペイペイでも買えるよ。そしてね、これね、これすごいの。友達運が上がるの。これとね、一緒に買うとすごい。買った人ね、すぐに彼女ができたんだって。マジ？これね、これね、虫歯運が治るの、虫歯運。虫歯運。いっぱい買っちゃったー。ペイペイ。はい、今回のコント、いかがだったでしょうか？火の国親子丼の二人とは、今回で2回目のコラボとなったんですが、今後とも定期的に一緒にやっていきたいと思っているので、よかったらコメント欄に感想などお寄せください。なお、火の国親子丼の YouTube チャンネルは、この動画の概要欄にリンクを貼っているので、ぜひそちらの方もチャンネル登録、高評価お願いします。そちらのページでは、今回のコントのマル秘裏側が見れちゃいます。ということで、全然関係ないですが、アソドッグオリジナルトレーナー絶賛発売中です。バイバイ。ペイペイ。